辺野古移設の埋め立て承認取り消し裁判、初の司法判断で沖縄県が敗訴。沖縄県にあるアメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設問題をめぐり、国が沖縄県の翁長知事を相手に起こした裁判で、福岡高裁那覇支部は今日、中間前知事の埋め立て承認は適法だとして、翁長知事が埋め立て承認を取り消した処分を撤回しないのは違法と判断。県側敗訴の判決を言い渡しました。判決を受けて菅官房長官は次のように述べました。国の主張が認められたことは歓迎をしたいと思います。今回の司法判断を踏まえた上で、引き続き国と沖縄県との間の和解の趣旨に沿って誠実に対応していきたい、こういうふうに思ってます。また鶴保沖縄担当大臣は会見で、注文はたった一つ、早く片付けてほしいということに尽きると語りました。一方、翁長知事は次のように述べました。三権分立という意味でもですね、これは相当な禍根を残すものではないかなというふうに思っております。上に、こういった一方的な内容の場合には沖縄県民のより多い大きい反発と結束がこれから出てくるのではないかというふうに思っております。翁長知事は最高裁判所に上告する方針を表明するとともに、別の対抗策の検討も始めたということです。はい、この時間は、辺野古移設の埋め立て承認取り消し裁判で沖縄県が敗訴、このニュースを取り上げたいと思います。先ほどですね、首都大学東京の教授で憲法学者の木村壮太さんにお電話でお話を伺いましたので、その模様をお聞きください。もしもし、木村さん、こんばんは。こんばんは、木村です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、木村さん。スポーツ報知の加藤博史と申します。どうも、木村でございます。はい、普段は野球の報道をやってるんですけども、はい、今日はチキさんの代打ということで。そうですか。一応小林節教授、慶応の憲法学のゼミで、はい、そうですか。そうです、劣等生でした。なので、そうなんです。なので、自分にも分かるような感じで、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今日のですね、初の司法判断では、国の請求を認めて、沖縄県側の敗訴という判決でしたが、これを聞いて木村さんはどう感じられましたでしょうか。そうですね、結論も非常に残念なんですけども、その内容、理由付けというのが本当に残念な点、あるいは不愉快な点が多く、ほうほう、で少し考えなくてはいけないのではないかというふうに思いました。はい、特にその、残念な点と申しますと、どういうところにありましたでしょうか。はい、この判決はですね、都道府県すべての知事が、すべての県の知事が埋め立て承認を拒否した場合、はい、国防外交に本来的権限と責任を負うべき立場にある国の不合理とは言えない判断が覆されてしまい、はい、国の本来的事務について超公共団体の判断が国の判断に優越することにもなりかねないというようなことを言ってですね、国防外交上の必要性については具体的な点において不合理であると認められない限り、都道府県の側はその判断を尊重すべきだという言い方をしております。はい、この判断ですね、米軍基地が、いわゆる嫌悪施設であるということを認めた上で、どうせみんなが嫌がるから話を聞いていたって決まらないという開き直りをしているわけですね。で、安全保障に関わる事柄はすべて、国は自治体の意向をほぼ無視できるんだと言っているようなものでありまして、はい、これはやはりちょっと開き直りが過ぎるのではないかというふうにも思います。なるほど、なるほど。実際そのここまで国地方係争処理委員会もですね、話し合いをしましょうと、十分に納得いくまで、議論しなきゃいけないって言ってきたんですけども、はい、もう国が安全保障上必要といったら相当なことがない限りは覆せないんだってことになったら、これ国の側から話し合いの場を設けるインセンティブというのがなくなってしまいます。ですからこれ何もしない方がいいし、手続きも整備しない方が国にとっては得なんていうことになってしまうので、はい、ちょっとこれはもう地方自治というものの意義、憲法がそれを保障している意義を根本から見直さなくてはいけないというふうに思いました。なるほど。これなんで福岡高裁はこういう判決を下したんでしょうかね。そうですね、今回の判決の争点いろいろあるんですけども、主な点は、はい、
例の辺野古の埋め立てというものが合理性があるか、公有水面埋め立て法上埋め立てを許可するための、まあ、条件を満たしているか、合理性という条件を満たしているかということでした、はい、で、まあ、沖縄県の側はいろいろ主張したわけですけれども、例えば自然環境の問題でありますとか、あるいはその安全保障上も疑問があるとかですね、主張しております。でこれに対して国の側はそこに作る必要があるんだと、なんか北朝鮮のミサイルが届かないのがあそこしかないとかですね、あるいは、その普天間基地を移設するってことになっていて、普天間基地を移設 すると、で移設した先は普天間基地ほど広くないし市街地でもないんだから、沖縄県は基地負担を固定化すると言ってるんだけれども、一定の負担軽減になるだろうとかっていうようなことを理由として、はい、合理性はあるだろうというふうに言っています。埋め立ての合理性については、今お話しした安全保障上の問題、沖縄の基地負担の軽減問題、自然環境への影響といったことを総合的に考慮するわけでして、はい、これはまだ両者と主張し合って、で、福岡高裁が言ったという段階ですから、最高裁でより深い検討がされていくとは思います。なるほど。大体この、尾長知事がこう、当選したっていうのも一応この反対の民意を受けて当選したわけですよね。はい、それでもやっぱり尾長知事には取り消せないという、そういうもんなんでしょうかね、やっぱり。これはですね、裁判所としてはあくまでその中山知事が行った埋め立てというのが違法であったかどうかを審査するのであって、沖縄の民意がどうかということとは一応切り離して、一つの要素ではあるんだけども考えるんだというふうに言っています。はい、どうもその判決の書きぶりですと、その結局普天間を撤去するか、それとも普天間を撤去して辺野古を我慢するか、辺野古を我慢して普天間を残すかの二者択一で、どちらがいいかの民意は示されてないみたいなことも判決に書いてたりするんですね。ですから、もう辺野古の唯一の選択肢であるっていうことを大前提にして判決を書いている、本当にそれでよかったのか、はい、そういう行動ですと、今お話しされたような尾長知事が選ばれた民意というものが、押しのけられてしまう、そういう判決の構造になっているようですね。なるほど。最終的に今後最高裁に上告する方針ということなんですけども、尾長知事はですね、はい、こちらではこうどんな判決が出されそうか、木村さんの見立てはいかがでしょうか。わからないとは思います。というのはやはり憲法上、最高裁では特に法律上の法解釈の問題とか、はい、憲法に関わる問題というのが広く議論されていきますので、ここでやはり国がある程度危ない判断を主張しているというのは私の目から見るとあるので、はい、そういう方向の判決も出る可能性もありますし、それからやはり今回の高裁の判決は本当になんていうか、沖縄の側の主張というのを切るにしたってもうちょっと配慮ができるだろうっていうようなところで配慮をしないというようなところもたくさんあるので、はい、そうすると最高裁が結論を変えないにしても、もっと配慮をすることを促すようなことを書くかもしれない、そういう意味でも注目されると思います。なるほど。木村さん的に何かこう解決策というか、こういい方向に持っていく何かアイデアありませんでしょうかね。私はですね、最近出した憲法の希望という憲法という希望という本でも書いているんですけれども、これそもそもですね、基地を設置するっていうのは、はい、これは地元の自治体の自治権の大幅な制限ということになります。はい、地元の自治体の自治権を制限する場合、これ憲法92条というところで、地方自治の組織及び運営に関わる事項は法律で定めなくてはいけないと規定していますので、はい、自治権を制限するのであれば、つまりその基地を設置することによって、どの地方公共団体の自治権をどのような範囲で制限するのか、はい、法律で決めなくてはいけない。これが素直な92条の読み方になると思います。なるほど。で、実際沖縄もですね、沖縄県の側も今回の訴訟で、埋め立て地を基地として運用する根拠法も整備されていないのに埋め立てを行うのは不合理ではないかということを主張しています。しかし判決は、これ辺野古基地建設に伴って生じる自治権の制限は、
まあ、要するに日米安保条約と地位協定という条約があるから根拠づけられるんだと言って憲法上の問題がないと言ってるんですが、しかしこれ日米安保や地位協定あくまで条約であって法律とは異なる手続きということに、後継式ということになります。ですからその今回の判決、自治権の制限が法律でなく条約でできるという判断をしてしまっていて、これはとても怖いですよね。例えばですから東京都の自治権を制限する条約をアメリカと結んだら法律の根拠もないし、東京都民の住民投票もないのに自治権がどんどん制限できてしまうということになりかねないですから、これはやっぱり最高裁でより公正で理論的な考えた上でこの部分については書いてほしいと思います。また、もしここで法律が必要ということになると辺野古基地設置法律を作るということになりますが、そうなるとこれ特別に特定の地方公共団体的に適用される法律なので憲法95条で住民投票が必要になるということになります。そうなるとこれ沖縄が納得するだけの十分なコミュニケーションが、ないと法律がそもそも作れない、基金が作れないということになるわけですから、このような手続きをデザインすることによってで、いい方向にコミュニケーションを流していくことができないだろうかと私も今私はそれに考えています。住民投票とかもっとこう民意をも問うた上での、そうなんですね。結局その沖縄県が持っているカードっていうのがないので、国がいざになったら全部無視できるってことになると、国の側は別にその悪い人でなくても真面目に交渉しようとする気が起きないと思う。もうちょっとこう、そうですね、沖縄の住民の皆さんに寄り添うようなやり方っていうのは、寄り添う前提を作る必要があるということですね。はい、なるほど。はい、それでは木村さん、どうもお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、先ほど首都大学東京教授で憲法学者の木村颯太さんにお話を伺った様子をお聞きいただきました。はい、いやね、野球記者にとってはね、沖縄っていうのは大変身近なところで、はい、キャンプ、そう、2月はね、大体ね、所属チームによるんですけども、僕もね、沖縄で3週間、4週間過ごした経験があります。名護ですとね、日本ハムのキャンプ地なので、本当にね、海がね、綺麗なね、いいとこなんですよ。で、選手が、練習休みの日とかも、ちょっとこう、ランニングに行くとか言うと、練習休みの日とかだと、じゃあ、俺も行っていいみたいな感じで、一緒にね、選手と一緒にね、そう、海岸なんか走ったり、休みの日だけできるんですよね。でね、わ、ほんと綺麗なところで、わ、でもね、こういうところに、まあ、国防、すごく大事なことですよね。基地、米軍基地を置いている。それは、必要なものであって、それを沖縄の方々にこう、負担、してもらってるんだなっていうのをね、やっぱり僕ら、普段は東京に住んでる人間、感じる場面です。はい、だから今日ちょっと残念だったのは、鶴保沖縄担当大臣がね、会見で、注文はたった一つ、早く片付けてほしいということに尽きるっていうのがね、ちょっと残念な、談話で、まあ当然迅速に物事を進めるっていうのは大事かもしれないんですけども、やっぱりもっとこう、協議というか、はい、先ほど、木村さんも言ってましたけども、コミュニケーションというか、もっとね、密な話し合いを経て、まあそのきちんとした手順をね、経て、理解を求めた上で、こう、さらにいい方向っていうのを模索してほしいかなと思いました。うん、はい、